はい、超能ネットワーク、今日はですね、徳島県三好市三の町三の町あ、三の町あ、すいません、今日ねギャラリーがいっぱいいてね、後ろの方にね、女性とかね、あの市長もいらっしゃるらしいんで、ちょっと間違えられたんですけど、いきなり頭から間違えました徳島県の三好市の、三の町ご紹介するのが、三の町消防あ、なるほど超能ネットワーク、ぜひご覧ください。自己紹介の方をお一人ずつ聞いていきたいんですけども、トラウドも長野さん、はじめまして、はい、初めまして、はい、よろしくです。私は美濃町消防団第8分団の機能別分団員をしております、大浦と申します。どうぞよろしく。お仕事の方は、仕事はね、準公務員というか、はい、市議会議員を、あ、もうそれを本業みたいな形で。市議会議員ですか。はい、どっか組とかそういう考えは関係ない。何の？あ、いや、何でもないです。組ですか。どうすか、実は。お隣は。はい。三好消防団第8分団団員の大浦です。え、大浦？大浦。大浦さん。はい、息子です。大浦さん、息子。はい、私の息子。息子さん。あら。18から入ってんで。あ、もう18から入ってるんですか。それはやっぱお父さんの姿を見て。そうですね、はい、反強制みたいな感じ強制って言うのもカットしてきます。父の姿を見て美しく、ね、美しく、なるほど。やっぱお父さんの背中っていうのは大切なんですよね。大浦さんはお仕事の方は。僕は建設業、はい、え、何系ですか、その建物。土木関係。土木関係、道とかそういう関係。あ、そうです、はい、お仕事を呼びください。会社の名前が株式会社共栄建設。共栄建設、はい、ということで、じゃあお隣の方ご紹介お願いします。はい、第8分団の団員の大浦雄之介です。雄之介。大浦。大浦。大浦、あれ一緒です。おじいちゃんで、はい、お父さんです。で、息子さん、はい、入ったその動機というか、やっぱそれは、それも、はい、それがかっこよくて、さすがだな。おじいちゃんの背中を見て、お父さんの背中を見て、でも3代続いてるのはなかなかないですよね。珍しいと思うな。ですよね。うん、はい、多分私のところはこういう町でなくて、山間のもう頂上、香川県境のところにある分団なんです。消防団の方たちがいなかったら、もう逆にその辺の、あ、もう地域の人は頼りにしておると思います。ですよ、ね、一番。だから私の背中を見てとかこれら言おるけど、はい、多分地域へお返しするのは、はい、子供の時に地域で育ってもらったお返しするのは消防団だぞと。ああ、なるほど。でもやっぱ顔がどんどんやっぱ進化していきますよ。顔のことあんまり、顔のことあんまり変わらない。いや、まあ、背中一緒ですか。やっぱもうお父さんから今度ね、お孫さんになって今度はね、もう今風のこういう風ですよね。あとね、まだこちらにもいらっしゃるんですけども、はじめまして、はい、美濃町消防団第6分団団員の久保涼子と申します。え、もう女性団員っていうのはやっぱりいらっしゃるんですか。はい、女性分団っていう分団もあります。あ、はい、女性の総合大会が男性と交互で全国大会があるので、はい、あ、そうか、今年は横浜であるんでしょ。今年は、そう、確か、いや、俺一回ね、どこだっけ、琵琶湖かなんかに総合大会、女性の総合大会って、もう前夜祭かなんか行ったらね、もうなんか気合いの入り方が怖くてそうそうそう、女性の方がね、今すごいですよね。すごいですね。お仕事は三好市の市役所の職員です。ああ、でも大変ですよね。もう休みないですもんね。そうですね。旦那さんは大丈夫ですか、そんなに。そうですね、家族の協力がないとないとできないですよね。できないので、はい、十分理解していただいていると思います。いや、次の自己紹介じゃお願いします。はい、私は第1分団で分団長を務めております、福原正史といいます。はい、あらら、大変だ。仕事の方は、僕は命のエンジニアっていう臨床工学士を
え、なんですか？臨床工学士、病院で勤めております。あ、病院ですか？はい、心臓とか肺、腎臓という体の中の生命維持装置をの代わりをする機械を扱うものですね。あ、心臓手術の時に心臓を止めた時にその代わりをする人工の心臓と肺を回す仕事であったりとか、最近コロナでちょっとね、あの話題になりましたけど、肺の代わりをするエクモを回したり、あと腎臓の機能が悪くなった人の代わりをする人工透析をしたりとか、あと病院にあるいろんな医療機器の、この保守点検をする仕事をやってます。どうですか、分団長？大変ですね、やはり二十数名いる分団員をそれぞれまとめて、はい、それぞれに役目を与えて、現場ではやはりね、隊員の怪我なく消化に努めるっていうのはね。最後、鳥はもうなんか山の中で出てきたの昨年お世話になりました美濃町消防団第6分団の副部団長をしております中西と申します。よろしくお願いいたします。中西さん、この中では多分分団関係としてはこの中では一番上です、年齢は。あの消防団ってやっぱ昔ちょっとやんちゃしてたような人がこの構成していくというか構成させるような、そんなような場所ですよね。まあ、一応僕昔から真面目だったんですよ一昔前は、はい、ね、地域的には何を一番気をつけないんですか？その豪雨だとか、その川の氾濫だとか、そういう最近、ね、出動回数が一番最近で多いのは水防、はい、台風とかの大水が出た時に、はい、やっぱり、まあ、通行止めにしたり、あの、まあ、ここから立ち入っちゃダメですよっていうのをまず消防分団員が行って、まあ、そこの作業して、で、あの警門運動って、あの消防車走らせて、あの出歩かないようにしてくださいとか、早めに、あの避難してくださいっていう啓発活動をしたり。あ、でもそっか、都会 の, そのビルの家のを消火するのと山の中の消火って違うんですよね、多分ね。全然違うね、多分消火は。ですよね。あの消火の仕方が、風下の、風下でからお相手行く、上へ入るともうやられるからね。ああ、向かい、向かっちゃいけないってことですか？煙とかでやられるけん、風下から大体行くんだよな。山は、あ、山ですね、上から入ってはいた。取り組みとしては次世代の消防団員をいかに育成していくかっていうことで、まあ、取り組みとして小学校だったり地域の人たちにその消防訓練であったり消火訓練だったり、そういうことをやって、少しでも僕らのそのかっこいい姿を見てもらって、地域の自主防災は地域で守るという意気込みで、そういうふうな活動をやってます。で、多くのその今小学校中学校そういう若手の方が、将来私たちに憧れて大になっていくことを願っております。はい、この、ま、町のこのなんか魅力というか何ですか、この魅力は。この四国のへそ、本当に真ん中だ。あ、これですね。はい、どこでも行きます。じゃあ今週末はどこ行くんですか？今長野さんの公園を聞いていただいて。あ、本当ですか？明日何の公園でしたっけ？それは青少年育成です。青少年育成、はい、ありえないんですよね青少年育成でも聞いてるとは割と年配の方ここの魅力、いっぱいあるんやけど。市長から聞いた方がいいです。もうあの後ろに写真がありますけれども、やっぱりね、観光ですね。はい、とても山が深くて、森林このまたでも歩けない、こう危ないという。これでもすごいですよ、川。大ボケ。うん、へー、ラフティングとウェイクボードの世界大会と、この間ロープレスキューの世界大会っていうのをしまして、あ、ここでこの三好市で、はい、あ、これも山城町っていう、あ、これラフティングですね。ラフティングっていうのがこれですからね。あ、そういう町なんですか。ジオパークを今ちょっと頑張って認定に向けて頑張ってるところなんです。あそこに小便小僧のポスターがあるんですけど、あそこで昔肝試しみたいな、うん、あの自分らの強さを示すような、あそこから本当になんか立ち小便していたとかいう、まあ、他では味わえない場所がいっぱいあるので、長野さんが
宣伝していただいて、はい、また蝶野さんもまたたびたび来ていただいて、ですね、はい、まあ、こっちはなんか地のなんかこのローカルの食べ物って なんかあるんですか。多分皆さん意識しなくて多分あると思うんですよね。ジビエ、アユビ、アメゴ、川魚と鹿とか、鹿とか、うん、それどういう料理で食べるんですか。ミンチにしたハンバーガー、ハンバーガー、燻製も美味しいです、ね、ウィンソーセージ、あ、美味しい。東屋の方で、うん、母親の方のおじいちゃんと、はい、おばあちゃんが、はい、冷やそばをやってました。いい、ね、冷やそばを作ってました。冷やそば、あ、それこっちそばなんですよね。そば道場っていう、あ、そば道場、はい、お店やってますので、はいはい、興味があるのでお願いします。そば道場ね、そば道場、 OK、 分かりました。これだから生姜がやっぱりポイントですね。これすごいですね。できんじゃん。できますって言われて、熱いって言ってましたけど。はい、どうぞ。入れとってもらおうかな。はい、どうぞ。あれ、うまい。あれ、こしあるね。質問なんですよ。これ何なんですか。妖怪茶、妖怪茶、山城町っていう町があるんですけど、そこが妖怪伝説がありまして、あの遠野、岩手の遠野と鳥取の境港と、ここの徳島県の山城とで3つの妖怪サミットっていうのをやってます。で、あの山が深いので、あのその吉野川にはカッパおりますんで、危ないところにはカッパがおります。で、あの足引っ張られたりするので気をつけるようにとか、あと山の奥の方にもこんなキジジとかいますので、昔からやっぱそういうあれが昔話としてあるんですね、はい、うん、皆さんももしかしたらお綺麗ですけど、みんな妖怪だって言ってたんですよ。こんなに草塗りしてきましたね、今日は。いやすごいのよ、ね、猫娘を妖怪でおりますみたいな。あと妖怪って言われて、あ、もうこの辺でやめていただけると思います。いい感じで、よかった、どうもありがとうございました。ありがとうございました。蝶野正弘オリジナルアパレルブランドアリストトリスト。銀座ショールオンラインショップよろしくお願いします。蝶野チャンネル登録よろしくお願いします。アイエン蝶野。